でもそんなやってて RG グローブにたどり着いたん、っていうのがなんかもう不思議だし。不思議ですよね。うん。今日はマナーウェブ塾のお二人に来ていただいてます。はい、変わった。ありがとうございます。ありがとうございます。マナーウェブ塾さん、これ代表はお二人代表で、まあ、木島さんでということで、今日はですね、塾長の木島さん、そして、副塾長の広野さんにお越しいただきました。拍手ゴールキーパー放送局です。ここはゴールキーパー放送局です。というわけなんで、今日はお二人経営されている塾についてちょっと聞いていきたいなというふうに思います。で、これ今聞いている皆さん、なんで塾の話をしてんだっていうふうに思われるかもしれないんですけど、 RG グローブさんの中のお二人って塾の先生なんですよ。で、塾の先生かつ塾を経営されてるんですよ。そこを今日はそこしか掘り下げないので、皆さんめちゃくちゃ聞いてください。よろしくお願いします。ちょっと簡単にですね、塾のご紹介の方、簡単にお二人からよろしくお願いいたします。マナーウェブ塾っていう、名前で、小学校、中、はい、学校対象に、はい、算数通学と英会話を、軸にして、アウトプット、うん、例えばプレス数学だとか算数だったらホワイトボードを使って、いろいろこんな風に解きましたってプレゼンしてもらったりとか、グループワークとか、みんなでグループワークしていって、なんかこんなにゴールに向かっていこうとか、あと英会話、英語っていうのも英会話中心で、よりリアルにこう喋っていこうっていうところを、取り入れながら、最終的には高校入試に向かっていくんですけど、その高校入試の前段階でそういうことをやりながら、最後は、中学校2年生とかになってくると、自分たちで授業してもらったりとかするんですけど、そういうところだから小中一貫で小学校に来た子しか中学校に上がれないよっていうスタイルをやりながら、塾をやってます。コミュニケーションしてみたいなところを入れて、学ぶっていうことを、より楽しく、ずっと学んでいかなきゃいけないので、大人になっても、その部分をなんかこう諦めない、自分の中で諦めない、自分のスタイルを作ってもらえるようにしていきたい、未来のこう自分たちを作っていく、形を作ってもらいたいって思いで、塾を8年前かな、立ち上げました。はい。いや、8年前ってことは、RG さんよりもやっぱ先にやってるってことですもんね。ここ福岡に僕も何度かお邪魔させていただいてるんですけども、広野さんと木島さんってあんま教えてないんですよ。聞いてきた子に対しては教えるっていうスタイル、本当に生徒同士の授業をされているっていうところを受けてびっくりしたっていうのが僕の印象だったんですけど、そっか、なんか普通の塾って聞くと机に座ってこれだよこれだよっていう風に黒板があってっていうイメージがあったんですけど、なぜそのスタイルにたどり着いたのかっていう、そこはどういうきっかけがあったんですかね。多分最初僕が10年サラリーマンやってて、で、当然10年ぐらい、独立してシフトやってて、で、その中でやっぱりその自立していくこととか、なんか自分で考えていくことって、教えられてできるもんじゃないなっていうのは2人の中にあって、だからその教えるって僕ら簡単なんですよ、逆に言うと。教えればいい、そうだろうって。でもそれが身についてないと結局テストで発揮できない、世の中に社会に出ても発揮できないって、結局何のその10代を過ごしてきたんだろうってすごい思っちゃうタイプだったので、伝えることはしつつ、あとこう導くような質問をしつつ、そういうことで気づいてもらうってことが大事だなっていうところを、塾立ち上げるときに話し合って、だから8年っていうか、5、6年かけてそのスタイルっていうのは確立してきたものはあります。もう今はもうほとんど怖くないですね。ある程度中学校3年生まで預けてくれるスタイルで行っていけば、志望校だとかそういう自立みたいなところをさせるシーンは、めちゃめちゃあります。もう最初から小中だったんですか、それとも最初は中学生フォーカスだったんですか。ね、2年目ぐらいね、2年目ぐらいね。最初のスタートもそのコミュニケーション力とか、小学生のうちの柔軟な頭を作るっていうのでやってきた。中学校になった時に、中学校から来る子と小学校で学ぶで学んできた子が一緒の、クラスにいるわけですよ。はいはいはい、一緒に授業した時に立たなかったんです。じゃあこちらパッとこれやろうってなった時に、学ぶで学んできた子はパッといけるけど、中学から来た子はみたいな。なるほどな。これ無理やねっていうふうだと思って、もちろん中学から来ても伸ばせるんですけど、そのずっと通ってきてくれた子に悪いなと、こっちに手がかかっちゃうんでね。ならもういっそのこと小学校から来た子だけ中学校を見ようよと、3年計画でチーム作るみたいなもんですよね、やりやすいじゃないですか、先を見てやる、なんでよし中学校が断ろうっていうので、すげえ
ビジネス的には人脈のやり方です。だから6年生からだから断ってます、実際。うん、だからその、まあ、6年生で12歳なんで、まだ未来全然あるはずじゃないですか、うん、逆に。でもそこをこう切るっていうのもすごくこう複雑な心境ではあるんですけど、うん、やっぱり6年生とかから来ちゃうと、やっぱ中学校その時に大きな差が出ちゃうと、うん、やっぱりその他の塾でやった方がいいんじゃない、うん、っていう部分も出てくる。なるほど。難しいところですけどね。これ最初の期間が一番難しかったんじゃないですか。例えば今こう長年こう経営されてきてて、こう卒業生が戻ってくるっていうサイクルだったりとか、もうすでにこうちゃんと各学年にちゃんとステップアップするごとにちゃんと新しい子が増えるじゃないですか。でも最初の方って上の学年がいない状態の下から作る土台作りっていうところが考えられると、そこの部分ってなんかこう大変だったよっていうところありました。大変じゃなかったね。まあ、最初のスタートがいない状態でスタートなんで、逆に今本当にさっき言ってくれたように、うん、あの卒業生があのバイトで、うん、来てもらうんですけど、うん、もう僕らのスタイルが分かってるので、うん、彼らもなんかすごくうまく質問して面白いとかに、はい、引き出してはいはい、はい、そういうのがやっぱ、まあ、やっと今できてきたかなって、卒業した子が戻ってくるいい流れ、うん、サイクルがすごいあるなと思って、うんうん、ちなみに塾の生徒たちって例えばまあサッカーやってる子、キーパーやってる子とかが多かったりするんですか？いろんなパターンの子たち、スポーツやってる子もいれば、うん、あのもうあの吹奏楽みたいな子たちもいるし、うん、いろんな、まあ、部活は本当にサッカーじゃないです。サッカー少ないのかな。サッカー少ない。ただあの教育の軸っていうか、そのサッカーの部分ですごい僕はつながることはあるんですよね。結局練習でどんなにやってもそのゲームで発揮できなかったら意味ないんですよ、うん、勝てなくて。確かに。そこにやっぱこうつながる意識っていうのは、まあ、サッカーの方にしようかなと。うんうんうん、いやそうだから、まさに最初ね、冒頭こう自分たちからそんな教えないんですよって、僕もキーパーコーチやってて、ある程度はまあ道しるべ出すけど、教えすぎちゃうとその子の可能性を積むことになるんですよね。だそれって多分今やられてる塾のコンセプトと合ってんじゃないかなと思って、うん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 、で多分木島さんのね、そのキーパーの指導の方針とかも僕が前にお聞きしたこととかとも全部つながってんだろうなと思ったんで、うん、そこにキーパーの方いっぱい集まってたら、あの一石二鳥じゃんなんていう。すぐそうやってもなんかこう一石二鳥とか相乗効果とかそういうのを狙うんで、そうそう、だからでもね、他の部活の方もいらっしゃるって言ったから、多分そういうのはね、マインドとしてどん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 こう積み上がっていくことだと思うから。え、それあれですか、42歳から入れません？入れない、入れない、入れない。なんだよ、なんだその塾や。でもそんなやってて RG グローブにたどり着いたっていうのがなんかもう不思議だし、うん、不思議ですよね、うん、不思議だよね。だからそんな話もまた明日とか、明日ですよね、ならいいなと、うん、もう うん、今日は俺あんま喋る機会ないから、最後にまくり立てて喋って終わらせようかな。あんだよ、あと10秒です、あんだよ、真面目な話ばっか、こうそういう時は俺がさ、これ多分このウィンドフィューンってこうなって終わりだからね。字幕が前半全くない高木っていう。いやそうだよ、ほんと静止画で良かったんじゃねえかっつって。でも面白いですよね、それがあったからこそ激レアがあってとかね、うん、もうほんとつながるんで、ちょっと明日は RG グローブ取り扱い始めよう、始めよう、はい、ぜひ、ください。あ、そういえばお二人、学び部塾の詳細ってどっから見れます？ホームページですかね。ホームページがあります。はい、貼っ付けてもらえたら。あ、ぜひぜひ。あ、でもそれはちょっとスポンサー料として概要欄はちょっとあれなんで、まあ、ギリアさんに出会ってたか、これかこれか、はい、なんかこう新しい塾としてちょっと皆さん見ていただけると、うん、僕はすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします、ね、お願いします。さあ、それではまた次回の動画で明日でよろしくお願いします、はい、それではバイバイ、